平野紫耀のアンリちゃん、騒動ジャニーズファンの疑念と、真相。ジャニーズ事務所の元副社長で、現在は芸能事務所、とべ、お立ち上げた滝沢秀明氏による TikTok プの高額投げ銭疑惑が話題となっています。その投げ銭を受けたキャバクラ嬢の一人として、新宿歌舞伎町のキャバクラで働いている、アスハナピララさんが挙げられています。 彼女は元セクシー女優のアスハナキララさんのそっくりと言われ、数百万円から千万円以上の投げ銭を受け取ったとされています。これにより、ジャニーズファンから非難が集まっている状況です。滝沢秀明氏のこの騒動を受けて、彼が立ち上げた芸能事務所、トベに所属する元キングプリンス。 以下、キンプリの平野紫耀と神宮寺勇太にも特定の疑惑が浮上しています。その疑惑とは、新宿歌舞伎町のキャバクラに在籍している名古屋出身の女性、アンリさんについてのものです。ジャニーズのアイドルグループであるキンプリのファンは通称ティアラとして知られており、このファンからアンリさんについての匂わせがあったとされています。 この、匂わせ、の具体的な内容を、キンプリのファンの一人が語っています。キンプリのメンバー5人が乗馬体験をしていた際、一つのエピソードがファンクラブ向けの動画に収められています。この際、施設のスタッフが、ウーマーの名前を、アンリ君と紹介しました。すると、平野塩は、アンリちゃん、じゃなくて、 くん、なんだ、とコメントし、その発言に神宮寺ゆうたがニヤニヤと笑っていたとの証言が存在します。さらに、テレビ番組でもアンリさんに言及がありました。今年2月に放送された日本テレビ系のバラエティ番組、キングプリンスル。で、チオピア料理、スガワットが紹介された、最初の料理の別名がアリチャであることが言及されました。 この際、平野耀は、アンリちゃん、と口にしましたが、共演者であるアンタッチャブルの山崎宏成さんによって、あんりちゃんじゃなくて、ありちゃ、ね、と訂正されました。これらの発言は、一部のファンによって問題視され、SNS 上でも議論の敵となっています。 ファンの間では、アンリちゃんについての疑念や憶測が広がり、真相を解明しようという試みが行われています。一方で、冷静な反応を示すファンも多く、この疑惑が妄想や陰謀論に過ぎないとする意見も存在します。ジャニーズのファンとして、これらの騒動に巻き込まれたファンたちは、様々な意見と感情を抱いているようです。キンプリ分裂以来、 ファンは様々な出来事に振り回され、議論の敵となっています。滝沢秀明氏の高額投げ銭疑惑が発覚し、それを受けて平野耀と神宮寺勇太に関連する疑惑が浮上したことで、ファンコミュニティ内での議論が一層激化しています。この騒動に関して、滝沢秀明氏の高額投げ銭疑惑が一部のファンによって、アンリちゃん、 の正体を明明ららかかかににすするきっっけととななり真相が明らかになったとされていますしかし、アンリさんが特段珍しい名前ではなく、滝沢さんの投げ銭疑惑が持たれているキャバクラの系列店に勤務しているだけであることから、一部のファンは冷静な反応を示し、妄想や陰謀論に過ぎないと考えているようです。 ジャニーズファンコミュニティは様々な声で賑わっており、これからの展開が注目されています。ファンたちの間での議論や感情がどのように収束するのか、今後の動向に注目が集まっています。このような騒動は、ジャニーズ事務所のアイドルグループメンバーに関する噂や疑念がファンコミュニティ内で広がることが少なくありません。 ファンたちは彼らのアイドルに対する愛情とサポートを惜しまない一方で、彼らのプライバシーや個人的な生活に対する興味も強いため、様々な情報やエピソードが注目を浴びることがあります。滝沢秀明氏の高額なゲゼに疑惑が明るみに出たことで、ファンたちはその背後に隠された物語を解明しようと奔走しています。 しかし、一部の疑念や妄想が騒動の核心に達しているというわけではなく、冷静に事実を見極めることが重要です。滝沢秀明氏や金プリのメンバーたちは一流のエンターテイマーとして多くのファンから支持を受けており、彼らの行動や発言が過度に解釈されることがあることを考慮すべきです。 ファンたちはアイドルたちに対する愛情を大切にし、彼らを支える一翼を担っていますが、冷静な判断と事実確認も同様に重要です。この騒動を通じて、ファンたちはアイドルとの関係について再び考えさせられることとなりました。アイドルとファンの間には特別な絆がありますが、プライバシーを尊重し、事実確認を怠らないことが、 健全なファン活動の一環として大切な要素であることを改めて認識させられるでしょう。ファンたちは愛情を持ってアイドルを支えることに変わりはありません。しかし、アイドルたちに対する期待や疑念が生じた場合には、冷静かつ公平な立場から物事を考え、真相を尊重することが、ファンコミュニティの健全な発展に寄与するでしょう。 アイドルとファンの関係は独特で特別なものであり、感情が絡むために複雑な側面も存在します。しかし、このような騒動を通じて、ファンたちはアイドルたちに対する理解を深め、彼らの人間性を尊重し、公平な評価を行うことが、ファン活動の質を向上させる手助けとなることでしょう。この騒動についての最終的な真相は、 今後の展開によって明らかになるでしょう。ファンたちはアイドルたちを支える側面として、彼らのプライバシーを尊重し、冷静な判断力を保ちながら、彼らと共に歩んでいくことでしょう。ジャニーズファンの熱烈なサポートは変わることはありませんが、その愛情を健全かつ公平な形で表現することが、 ファンコミュニティの一体感を高め、アイドルとの絆をより深めることにつながるのです。滝沢秀明氏の高額な下銭疑惑がキンプリメンバーと関連づけられたアンリちゃん、騒動について、ファンコミュニティ内では様々な意見と感情が交錯しています。ファンたちはアイドルたちに深い愛情を抱きつつも、冷静な判断力と事実確認の大切さを再確認しました。 アイドルとファンの絆は特別なものであり、ファンたちはその絆を保ちながらも、アイドルたちのプライバシーを尊重し、公平な評価を行う責任を担います。この騒動を通じて、ファンたちはアイドルたちに対する理解を深め、健全なファン活動を築いていくでしょう。 真相は今後の展開に委ねられており、ファンたちはアイドルたちと共に、その結末を見守っていくでしょう。その